こんにちは、加藤です。今日はですね、前回に引き続きまして、色彩についてちょっとお話をしていきたいと思います。これまで結構デッサンを重点的に進めてきたんですけれども、そろそろですね、色彩についての考え方とか、あとは実践についてもですね、動画上げていきたいなと思いまして、今日はですね、この間三原色っていうお話が出たんですけれども、色を学びたい、色彩をマスターしたいという、これから色の勉強を始めたいという方に、おすすめのテキストについてちょっとお話をします。もういきなりこれです。デザインの色彩っていう本、まあ薄い、こういう冊子テキストなんですけど、日本色研っていうところが出している、こういった、何ページだろう。30ページくらいのテキストです。で、これですね、実は私が前に教えてた美大受験予備校で、デザイン科の生徒のテキストとしても使っていたんですけれども、非常にこう分かりやすいというか、よくまとめてあるのでおすすめです。ちらっと紹介しますと、まずはなんかこう色彩についてのいろんなこと書かれてるんですけれども、勉強方法としては、これくっついてくる色のこういうちっちゃいチップみたいのがあるんですね。それをノリで貼って、こう貼って覚えるという、これは、ちょっと私貼ってみたんですけど、貼って覚えるという勉強法で、色相だったり、明度と彩度だったり、トーンの概念だったり、まあそういったことをですね、いくつかのページにシールを貼りながら、こんな感じで、ノリで貼り付けながら覚えていくという勉強法で、わかりやすいかなと思います。ざっとですね、1000円ちょっとくらいのテキストなので、別にこう絵画に限らず、デザインとか、カラーコーディネーターとか色彩検定とか、そういったことを考えている方にはおすすめのテキストになります。でですね、もう一点、この間、油絵の具で三原色選ぶの難しいっていうお話をしたんですが、ちょっとね、カタログを見ていたら、これはターナーのアクリルガッシュになるんですけれども、こういうの見つけました。三原色カラーっていう混色で、色彩の多様性を学ぶ絵の具っていう風に、三原色のこの3本のセットで300円ちょっとでもうなんか売られてるのがあるんですね。で、これの色がですね、マゼンタ、シアン、イエローって、インクに使われているカラーをそのままこう、色の勉強するために用意した、そういった商品みたいなので、色料、色材としての、三原色。この三つなんですけどね。これの混色を覚えたい、色彩理論を学びたいという方には、おすすめの三色。324円とかそんな風に書いてありますけど、になります。色はなんかね、水性絵の具と耐水性絵の具と2種類あるみたいなんですけども、これはどちらでも好きな方を選んでもらって、混色を学びたいという方には活用してもらえればいいかなと思います。はい、今日はですね、これから色彩を勉強したいという方に、勉強するための教材というかテキストですね、こんなのがおすすめですよっていうお話でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。